皆さんこんにちは、 DJ のウクレレベース講座です。今回のベース講座はウクレレベースフレットレスの弦についてのお話をさせていただきたいと思います。これカラーのフレットレスベースなんですけども、今現在貼ってあるのはカラーのラウンドワウンド弦ですね。はい、こういうスティール弦の方ですね。こちらを貼ってあるんですけども、フレットレスにラウンドワウンドと思った方もいらっしゃるかと思います。フレットレスといえばフラットワウンドなんではないかというところなんですけども、フラットワウンドというのはこの表面がツルツルとしたスティール弦なんですね。この表面を磨きましてツルツル真っ平らにしてる感じなので、指がこうキッキッキュッキュッと引っかからない感じの弦です。はい、これは実はですね、テンションが非常に高く、ネックにも負担がかかるところもありで、フレットレス弦がフレットがないこの指板のとこ、フィンガーボードに直接当たるわけですから、このギザギザしているラウンドワウンドよりもフラットワウンドの方が、指板にも優しいんではないかなというふうに考える方もいらっしゃるんですが、実はそうでもないんです。フラットワウンドでも弾いていくと指板の部分は削れてきます。結局その辺は一緒なんですね。で、削れたらどうするかというと、ここ、磨いてですね、平らにするというふうな作業になるんですけど、それが嫌な方は樹脂でコーティングする、フラットレスベースで有名なジャコ・パストリアスですね、あの方は樹脂でフィンガーボードの部分をコーティングしてあるんですね。で、そのジャコ・パストリアス、彼はですね、ラウンドワウンド弦を使ってるんですね。で、そうなってくると、じゃあフラットワウンド、ラウンドワウンド、どちらなの、その辺はお好みでやっていただくのがいいかと思います。ただウクレレベース用のフラットワウンド弦は発売されてないですので、通常のエレキベース用のと用のを流用してですね、このサイズのものを流用して貼っていただくというふうな形にはなるかと思います。はい、スティール弦の音いきましょうね。はい、それではこちらサンダーブラックといいまして、アクイラの弦なんですけども、樹脂製ですね。っぽくていい感じじゃないでしょうか。 BGM はこっちの音の方が好きですね。はい、で弦も非常に柔らかいですし、あとはですね、弦による指への負担なんですけども、こちらのラウンド弦の方が張りが強いです。テンションは強めですし、表面が金属製の素材ですので、弾くとき最初慣れるまではですね、指先が痛くなる、アコギを弾いたときとかに指先が痛くなるように、左手の方ですね、それのように右手も痛くなるし左手も痛くなるという風なのもあると思います。それに比べてポリウレタン製の弦は柔らかいですから、指先にも優しいという風な感じもあります。いろいろとどっちも自分で実際に弾いてみて、好みを探してみるのもまた楽しいかと思います。はい、ということで DJ のウクレレベース講座、今回は以上です。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。